皆さんこんにちは、柚木志郎です。はい、今回もバニッシュやっていきたいと思います。結構ね、畑が広かったり、ね、広げたりね、牧場を広げたり確かね前回してたんだよね。そういえばね、資材なんで釣り小屋をまた建てるとか建てないとかっていうのがあったんだけど、これをねちょっとね撤去させていただこうか。いい場所あったんだわ。この上の方のこの出っ張ったところにちょうどこれ建てれるんですな。 こちらにこういう感じね、ここに建てようかなと思って。いけない？あれ、これおかしいな。さっき行けたんですが、あ、いけるいける、ここだね。ここにトンと建てよう。なんかすごいふさふさになってきたねこれ。いやー、食料とね、この木材の備蓄がだいぶ少ないから、ちょっと木材も切ろうか。ちょっと撤去命令を出しましょう。あ、こっちの方もすごいね、来てるねこれ、結構木が。こういう感じでね、ちゃんちゃんと切らせていただきましょうかね。家の裏とかそんなにいらないと思うから、こういう感じでね、タンと行きましょう。でね、まあ、他にもいろいろ命令を出しとったんだけど、これなあ、と2つ撤去してもらえれば農地として使えたんだけどな。まあ食料不足に関しては、まあ、今年畑でねいっぱい取れるんじゃないかなという感じ。ちょっと早めてみようか。さてどうかな。まあね、他にもいろいろ足りないんだよね。石が足りなかったり、あら、木材の備蓄がね少ないよね。そうなんだね、これね。さて、ちょっと人員の割り振りをもう一回見てみようか。あ、成人として一人働けるってよ。これどうしよう、山菜採り、山菜採りにしよう。食料がね不足してるからね。山菜採り、もう一人増やそうか、マックスまで。増やしましょう。これでいこう、これでいこう。よし、OK。さてどうだ、少しずつ、まあ木材は増えてきてるね。薬草もあると、まあちょっと食料の数がねこれ非常に足りない。うまくいくかな、うまいこと回してもらいたいところですがね。まあ来年になればここも畑として使えるからね、まあ、またこれちょっと一面増えた感じでね、畑作業もねできるんじゃないかなという感じですよ。あ、落石により死んだって一人。あらららら、やっちゃったねこれ。そうきたか、一人人口減っちゃったな。まあ、人口もねしっかり増やしたいところではあるんだけどね。まあ、家が結構増えてきたからね、まあ、こんな感じでね。でもこのね食糧難に陥るからね、あんまり人これ以上増やすといけないんだよね。でなるとやっぱ畑をもうちょろっと増やさんというか、こっちにもう一枚畑増やそうかな。ここら辺ね、違うちょっとこれ撤去してもらって、これかな、これでこう全部ダーッと撤去してもらって、畑をもう一枚増やす。あ、またこれ飢え死に死んだ、やっべ、大丈夫かな。飢え死にするほど貯蔵してないわけでもないんだけどな。食料残りわずかだね。木材もねわずかだね。あー、収穫してる、一気に増えてるけども一気に減ってる。頑張れ頑張れ頑張れ、みんな食べ物もある、食べ物もある。死んでるなこれ、みんな食べ物あるから大丈夫大丈夫。めっちゃ減ってる食べ物。優先的にあの木こり小屋を建てないとまずいんじゃないかな。優先した方がいいんじゃないかな。どうだったかな、優先するやつ。
とここ違うな。それか。いやこれ収穫してる矢先からもう腹ペコなんだみんな。あここら辺だ、優先度の向上。これでちょっと ここを優先させていただけんか。うん、これでどうにかあれをね早く立てたい。そうだな、あとはこれぐらいかな。これな、これどうしようかね。ちょりっとこれ建築鉄がわずかか。あ、子供が一人増えた。これはいいことですよ。あ、一時ちょっと中断しましょうここね。うん、他に建ててるものってなかったかな。他ないかな、これだけかな。じゃあこっちをね優先的に建てたいね。こう早いところ行ければねありがたいんですが、少ないよなこれ。他に優先するところっつったらここもそうだね、狩猟小屋。うん、こっちも優先しようか。これかな、優先優先と。うん、これでちょっと向上させましょう。あ、畑がこれやっと使えるようになったね。いや遅いんだなこれ、今から使えるようになった。まあ来年かな。うん、どうだろう、頑張って石さえ運んでくれればあと足りるんだけど、石がないんだな。食べ物系を安定的にやっぱり出さないとまずいね。もう秋なのにさ、食べ物の備蓄が40しかないな。これ非常にまずいぞ。木材の備蓄がわずかか。まあ冬に備えて今ちょっと薪を作ってるんだけど、それでもいろいろ足りなくなってくるんだけどな。どうかな、倉庫の方はどれぐらい入ってる。全然魚入ってないな。こっちはまだ全然だね。今ちょっと初めて人が動き始めたけど、せめてな狩猟小屋か魚小屋のどっちかができれば、まあだいぶ安定すると思うんだけど、これ石が少ないんだよな。石こっちからも取れないかな。ここもう取ってるかな、全部取ってるかな。もう全部取ってるねこれ、命令してんだけどな。じゃあ優先順位の向上させようか、石を取るとかさ。うん、ちょ優先的にこう石を取らせていただきましょう。さてどうかな、これでここもな、もうちょっとこう増えてくれたらいいんだけどな。ニワトリも少ないんだよな。なんか出てたけど、すごいねこれ。大丈夫かな、食べ物8しかないな。食料ほんとわずかだよな。そうだな、こうなったらここをゼロにしよう。大工、あ農民はもういいわ。農民はよくて、食べ物系に割り振りつつ、木こり、いや薬屋もいいかな。石だな。これぐらいの割り当てでどうにかならんかな。さてこれでこっちの方は何パーセントになってるかな。いや木材は全部運んだか。でやっぱりね石が足りないんだね。ここに石並べてんだよな。早いとこ取ってくれるとねありがたいんだけどね。さてこの石をこっちに運んでくれればね、それだけでねだいぶ助かるんですが、どうだろうか。秋来たなこれ、非常に危険だな。食料がちょっとだいぶ少なくなってる秋です。燃料の備蓄がわずかと。ああこれかな、石炭かな。石炭はないだろうね。
さあちょっとこれ早めて見てみましょうか。非常にバランスが危ういところだけど、家さえ建てばこっちのもんなんだけどな。ここどっちか、石運んでないか、なかなか。あ、子供生まれた。これ人口増えてるね。早いところこれ石運んでくれんかね。頼みますよ誰か。あー食料がない。危険や危険や、怖い怖い怖い怖くなってきたな。食料4しかないよ。枯渇してるけど、これここはちょっとこれ他のところに移送させるか、移動させてこの鳥さんたちを広いところに移動させて、ここ畑にしようかな。いやこれそうじゃないとやっていけないかもしれないぞ。こっちの方が広いからこっちで繁殖させた方がいいんじゃないかな。さてどうかな。怖いなこれね。お腹空いてるんだなここ2人がね。あ、成人として働けると1人。いや嬉しいことだけど、どうしようかな。食べ物はもういっぱいだもんな。ってなるとこっちかな。うん、石を早く取ってね建築してほしいところだね。どうかな、全然進んでないんですかねこちらもう一回命令出しとこうか。本当に向上してますかっていう感じでね。ここら辺お願いします。頼みますよ。まあ、なんとか食料の備蓄が170くらいに増えたからまだいいけど、でもだいぶ枯渇してるな。いや非常にまずい。食料の備蓄がねわずかですよ。少ないですから。どうにかこれ、こっちはどうかな。やっぱり石がねないんだね。あらまたこれ成人として働けるってよ。燃料がねわずかか。そうだな、木こりをもう一人増やすかこっちで。さてどうだろう。石はちょっとね備蓄してたりするから、この石を運んでくれればね、こっちに変わってないんだな、さっきからさっきから変わってないんですね。またはこっちをちょっとこれ優先度低くするっていう方向でもいいかもしれない。石が全然ないから、そうね、これストップさせてこっちをこう優先させる方向でいきましょうかね。一体石をどこに運んでるんやろうか。石が先ほどからねなくなっておりますがね。食料がないね。非常に厳しくなってきたぞ。さあみんな頑張って今年をどうにか切り抜けよう。でねここを潰そうか。もうこの際この施設を撤去します。はい、でここを畑にしてもう一面増やすかな。まあまたここも増やしてもいいかもしれないな。農地何かけなんだろう。7×5 か。狭いけどまあいいかな。でここも 5×6 狭いな。こっちかな。9×6 ここを道にするかな。いやでも畑にしようもこの際。 9×6 よし。いや燃料の備蓄もわずかだし食料もないぞこれ。なんとか頑張ってくれみんな。飢え死にだけは何としても防ぎたい。いやもしもこれ飢え死にしちゃったら次もう一回最初からやろうかな。だいぶこれ鶏こっち来たね。いい感じよ。でねここ畑にしようか。もう一面綺麗なところだし、もうこれさっとね畑
きにしましょう。9掛けなの。だいぶ広いね。うん、畑としてはだいぶ増えたんじゃないか。またこれ秋になったら、うん、農作業ね頑張っていきたいと思いますよ、みんなで。いやこっちが本当に進まんね、計画が。全然運んでないな。あ、頑張ってこう運んでほしいところですな、こちら。いや早いところ冬が終わってくれんかな。あ、薪もなくなってる。薪がないぞこれ。いや道具も少なくなってきたな。道具もちょっと作るかな、人員的に。そうだな、鍛冶屋じゃあ1人。うん、 OK。 さあどうかな、食べ物が少ないね。怖いね、真冬。もう少しで秋になるんだけどな。食べ物全然取れてないからな、ここ近いしな、こことここだいぶこれここら辺で食い合ってる恐れがあるな、食べ物が。いやー頑張ってほしい、真冬さえこう乗り切ればなんとかなるから、みんな頑張って頑張って。